ゲーム動画で行こうです。久しぶりですね。予言者育成学園というのをやってみたい、プレイしてみたいと思います。まあいろいろハズレーっていうわけで。なるほど、この3人ということですね。さあ答え合わせ。ファミ通ゲーム3月、そうだ、3月からやってなかったんだ。的中。とりあえず前半は当てることが大事ですね。外で戦う。取り置きしましょう。はい。はい、次。見逃すことはできないんだ。まあ、サクッとこれは倒しちゃいましょう。ああ、やっぱり黒田だったですね。お見事。圧倒的、ダブルスコア以上つけてますよね。これも後で戦いましょう。これどこまで答え合わせあるんだろう。あ、残念。ミリチアダシクスフンド。ああ、どんどんサクサクいきますよ、今回は。さあ、プーチンの結果、ああ、当たった。これも的中です。確実にレベル上げていってましたね。やってなかったのはもったいない。おっと、これ捕獲できる可能性が高いということで、ちょっといいメンバーで戦ってみましょう。今日水曜日ですからね。やはり水曜日のメンバーで戦いたい。こんな感じでいきましょう。チャージアップ。強いし、やっぱり強い人はチャージアップするのが一番いい。怯えてますね。なるほど、わかった。攻撃力アップ。
魔法力アープ。回避された。強い。つい強いです。攻撃力アープ。猛毒アタック。チャージアップやってみましょう。なるほど。まあ、特技としてはですね、これヒットポイント回復させないといけないです。さあ、これで勝率はちょっと上がったぞ。おっと、危ない。死んだ。死んだ。おっと、ここで救援をちょっと登場。これは、そのまま戦闘ですね。この救援はすごい助かります。ちょっとやばい。タカが強い。目覚ましチョップってなんだ？あ、そういうことか。眠りから覚ますだけか。毒消しを使わないといけなかったんですよね。まあ、チャージアップしましょう。おっと、これで勝ち決定です。倒しました。ただ、金賞ではありますよね。はい、これで、な。おっと、外れ。これは当たりですね。またレベルアップ。これレベル20になりました。今戦うベストメンバーをつけたいと思います。と。これで出撃ですね。おっと、36だ。なかなか強いぞ、これ。というわけで、ガード50をかけたいと思います。なかなか、
ヒットポイントを30回復。わあ、死んだ。強い。救援を受けましょう。プワ？ちょっと苦しいな。負けた。負けました。シャマーキング。あ、残念。ルイビタキっていうんですか。ちょうどいいメンバーで戦いましょう。倒しました。当たりですね。カービィがやっぱり強かった。と戦いましょう。まだですね、まだ答え合わせが多いな。フィンランドだったか。当たり、これは当たりですね。自信ありでした。またレベルアップしまして、あとで戦いましょう。お、これも当たりですね。ぐんまちゃん。あと三つかな？あと二つですね。京都だった。残念、モンシロ町。あ、当たることは当たりましたな。って2倍でしたね。行きつけのお店、まあ定番ですよね。あの
家庭訪問では何だったんだろう。テンダンス、なんだろうね、ダンスに情熱をかける男二人の物語だって。でも女性向けをやっぱり無視しちゃいけないっていうことは言われてますからね。さあ、これで全部答え合わせが終わりましたかね。はい、タイトルです。予言者育成学園フォーチューンテラーズアカデミーというわけで、こんな感じですね。閉じてみます。さあ、運勢カードまた手に入れました。召喚をしないといけません。すっかり昨日忘れてましたね。通常召喚、これでどんどん力を貯めていきたいですね。さて、予言テストを行わなければなりません。ソラムシで、まあ、予言しなかったっけ？まあ、この辺適当に行きましょう。これですね、なんで、なかなか、ヒアギシ天神って強いんですよね。よさこい騒乱大将。あ、これ強いわ。ヒアギシ天神、一本で行ってもいいかもしれないです。200投資。自信ありです。強度って何だったっけ？で、戦って確かこれ取り置きできるんじゃなかったかな？まあでも弱そうなんで戦いましょう。勝ちましたね。さあ、来い。ああ、残念。捕獲できなかったです。それでは、他の予想もしてみましょう。手羽先サミット。一番人気はその他ですね。結構毎回、結果が変わるみたいで。まさき番長2連覇だったんですが、去年が、山ちゃん、それか相模チェーン。なんか1番を、50予想して、で、かつその他を予知完了で、これで行ってみましょう。相手がまあ弱ければ、今回戦いたいとは思うんですが、戦いましょう。ちょうどいいメンバー、これでいきましょう。まあ、勝てますよね。すごいダメージ。来い。
OK、ゲットしました。さあ、次です。アメトークの、ハンターハンター芸人。なるほど、これらのメンツが、救済は気になりますよね。救済とじゃんじゃん券行ってみます。いますか。いや、そんなに予想はしない。400で。200ぐらいかな。はい、これで、いいです。あとで戦います。さてとですね。で、アメトークまで行ったインディー500。前回優勝です。なので、優勝あるんじゃないかなとは思ったりするんだけど、そう簡単にはいかない。なるほど。結構難しいですね、これは。この辺で行ってみますか。あんまり自信ないんで、これで行きましょう。戦えるメンバーがそんなにいないんですよね。そうか、そういうことか。まあ、さすがに勝てるでしょうね。はい、勝ちました。桜んぼ耐え飛ばしな。これ、なんだこれ。以前の形跡は？勝向ケアポイント、いつだろう開催？ 6 月10日もだいぶ後ですよね。さすがに、この辺がいい線なんじゃないかな。わからんけど、500。トニー賞ミュージカル作品。おっと、こうなってますね。トニー賞のミュージカル作品、アナ雪定番ですね。ミーンガールズすごいね。
イスラエルか、なんかな、イスラエル、あれだ、トランプ政権になったから、イスラエルがなんか、勝ちに行くんじゃない？自信ありで投票します。まあ、これは後で戦います。取り置きです。さてと、最後ですね。サッカーエイド。お、ボルトがサッカーエイドってなんだそれ。サッカーエイドかつて出たんでしょうか。これ初登場ですよね。さすがにそう。な簡単にはいかない。途中出場して1得点いきましょう。はい、というわけで、こんなところでアルカナ捜索ってやってますね。強度3、バトル権利が通った。バトル権利不足している。 PP は足りない。というわけで取り置きバトルに挑戦。もちろん戦います。ベストメンバーでいきましょう。と、臨戦これでいってみましょう。と、まずは絶対落ち、結構なダメージ。2回食らってるか。ダブルガード50をこういう、この辺で。強いね、なかなか。チャージアップです。もう死んだ。はあ？何これ？死んだ。
あ、復活した。とはですね、ダブル、ダブルガードは結構強力みたいです。というわけで、ダブルガード。全然ダメージ与えられてないですね。さあ必殺です。そしてさあダブルガード。ちょっと厳しいですね。あ、さすがに無理でした。
送しました。あ、残念。本当になかった。これ進化ですね。まずは予知してみましょう。あと民主化が死にそうなんで、民主化をガード50。あまり勝率が上がらない。よ。
さあ、ここはもうダブルガードで行きましょう。勝ちますね。勝ちました。しましたね。危なかった。またダメだ。捕獲失敗が最近多いな。タロットチャレンジがいきますね。これはダメだ、メンバーが。はい、救援を受けます。どっちでもいいや。勝ちますね。救援が強すぎるわ、これ。他がみんな死んじゃったよ。倒しました。救援で助かってますね。さあ、いよいよ捕獲確率 25% って勝てないだろう。結構強い。まあ、いきなり必殺使っちゃいましょう。そしてですね、ガードしないといけない。さあ、どうだ、必殺技。
173でも全然ダメージ与えられてないや。死んだ。ダメでした。気をかけ合っていうのはないみたいですね。最初はこういうふうに力つけないといけないのか。 SS 来た。SS かな。SS だ。初めての SS ですね。再進化。どんどん強くなっていきます。これも進化しますね。またドルチェだ。またドルチェだ。ドルチェ好きだな。プレゼントかな、これら。メジストは一気に増えましたね。召喚してみましょう。何度も召喚してみると。これでどんどん、進化を してみた方がいいかもしれないですね。積極的に行きましょう。おっと、ミルシカも SS に上がるぞ。初入試は結構多いですよね。初入試で S は強いな。付けをかけられると何がある？なんか浮かんできた。おー、なんか強いと。これ S が どんどん行きましょう。ハラハルともう SS に上がります。
はい、というわけで、ここ、プレイここまでとなります。はい。ではゲーム動画でいこうではチャンネル登録者数を増やしたいと思っております。タイトル右にあるチャンネル登録ボタンで登録をお願いいたします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますのでよろしければ見に来てください。またですね、最後20秒で流れます関連動画プレイリストの方、こちらの方を見ていただければ嬉しく思います。ありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。